広いともノブです。広いともノブチャンネルはファン、サポーター、さまざまな方からお便りをいただいて、それに僕が答えていく番組です。ということで、7回目ですかね。やっていきたいと思います。まあ、この YouTube でですね、まあ自分のチームのね、結果とか内容とかってあんまり触れないでいこうかなと思ってたんですけど、まあなんでかって言ったら、まあちょっと話せないこともあったりとか、まあ全部本音で話せるかっていうと、そうでもない状況っていうのがあるかなと思うので、まあここはちょっと難しいかなとも思ったんですけど、今シーズン初勝利がこの間の秋田戦であったので、ちょっとだけやっぱ触れたいかな。嬉しいっすよね。広いとものぶチャンネルは、中森快適薬局の提供でお送りします。まあできていることできてないことってまだいろいろあるんですけど、まあ、やっぱり一つ勝つっていうのはチームにとってとても大きいことなので、このままずるずるいってしまうかどうかっていうところでもかなり重要な一戦だったので、なんとかですね、あの一つにみんなでまとまって勝てたのはすごい良かったのかなと思ってます。そんでね、ちょっと前にね、オンラインのイベントで、あのボイシーの創業者の尾形さんと、あと今栃木 SC でフロントやってる江戸美穂さんっていう方のそのオンラインイベントにちょっと参加して、音声とスポーツの掛け合わせで何ができるか、そういうような話を、その可能性とかっていう話をしてて、でこれは俺のためにあるイベントだと思って、最後にちょっと質問なんかも調子乗ってしちゃったんですけど、今年から YouTube 音声番組を始めたんですけど、何かその尾形さんや江戸美穂さんからパッと思いつく形ので、なんかこんなものだったら興味あるっていうものはありますかっていう質問をして、なんかやっぱり選手の状況だったり裏話だったり、まあ、他の選手のプレーだったり、まあ、そういうところやっぱり気になるんじゃないかなってことを言われて、あとは試合終わったら相手の選手のプレーだったりとか、まあ、どんな選手が嫌だったかなとか、すごい選手だったかなっていう話をしてくれると面白いんじゃないかっていう話を、話というか回答をもらったので、そういうとこだったら話せるかなと今ちょっと思ってるんですけど、どうですかね、興味ありますかね。なんか聞きたいこととかあったら、話せることだったら話したいなと思うので、あの試合について何かまた教えてもらえればなと思っています。ひとまず秋田戦の、まあ僕個人の、まあ、敵と味方の MVP でも発表しようかなと思って、まず敵はですね、僕が見ていてやっぱり嫌だったのは、ボランチをやっていた稲葉選手ですかね。はい、彼きっと技術もあっていろんなサッカーに対応できるんだろうなっていうのはあるんですけど、しっかりとチームで求められてるっていうことを表現できるプレイヤーだなと思って見ていて、あの戦えますし、そういう姿勢をプレーだったりとかコーチングでしっかりこう出せる選手だなと思って見てました。危ないとこにはだいたい攻守ともにいるんで、毎試合ボランチだけどシュートも打ってるんじゃないかな。セットプレーのセカンドボールだったり、あのバイタルエリアには必ず顔出してるんで、結構効いてたなと思いますね。どうなんだろうな、まあ、秋田で長くやるっていう可能性もありますけど、もっと上のチームに引き抜かれる可能性もあるかなとは思いますね。はい、で、まあ、味方ですけど、ツエーゲンの選手、まあ、みんな良かったと思いますけど、この試合僕が一番効いてたなと思うのは豊田選手ですね。まあ、何が良かったかっていうと、まあ、もちろんその臨機応変に時間帯とか流れによっていろいろ選択肢を持ってプレーしてるってのはもちろんなんですけど、対秋田っていうところで、まあ、長いボールが増えるわけで、まあ、そこの最初にセンターバックとせるところでしっかり勝ってくれてたっていうところがすごい良かったなと。あそこでセンターバックに大きく弾き返されて、僕たちのセンターバックとかボランチの前でこうボールがこぼれるのか、それとも一回後ろに反らしてくれて、まあ、相手を後ろ向きにできるかどうかっていうのは、向こうのこう勢いをつけるプレーになるか、また向こうのか勢いをそがれるプレーになるかっていう大きな分岐点だったので、最初の競り合いというのが、まあ、そこですごい戦ってくれて、後ろに反らすことだったり、まあ、味方につなぐっていうシーンは多かったと思うので、すごい効いてるなと思って見てました。フォワードだからめちゃくちゃ点取りたいんだろうと思いますけど、チームのやるべきことっていうのを、やらなきゃいけないことっていうのを愚直にやってくれてるので、すごい助かってますね。はい、そんなところですかね、秋田戦は。
まあ、次またアウェーの長崎ですけど、まあ、コア強いんでね、みんなでまとまってアウェーの地に乗り込みたいなと思います。質問にも答えたいと思います。2つだけなんですけどね、ポッキーさん、さっきまあ僕トヨの話しましたけど、まあ、トヨについての質問で、今季は地元出身選手が増えて特に豊田選手に注目が集まっています。強度愛全開の豊田選手のチーム、クラブ、地元への影響など印象をお聞かせくださいという質問だったので、はい、プレー面はね、さっき話したように、あのチームのやり方っていうのに合わせようっていうか、そういう気持ちがすごい強いプレイヤーで、その中で合わせの中で自分の経験をこう出していこうっていう、そういう順番でプレーしてると思いますね。重複しますけど、多分点はめちゃくちゃ取りたいと思うんですけど、今は自分のやることっていうのを一生懸命やって頑張ってる感じじゃないですかね。トヨコプター見たいっすよね、早く。で、あとはクラブ、地元への印象っていう意味では、やっぱり郷土愛 J リーガーとか、なんかよく自分で言ってるので、まさに全開ですよね。スポンサー企業の、まあ、ポスター貼ってくれてる企業さんなんかのお店とか会社に直接ね、会いに行ってサインを書いたりとか、この辺の発想って今までも僕たちにはなかったことで、参考にもなるし、みんな喜んでくれるんじゃないかな。行ってるトヨもすごい力もらって帰ってきてると思うのでね、そういうところでもまず言葉だけじゃなくて行動に移してくれてるっていうところはすごい大きいなと思います。あとは、まあ、自分の経験っていうのを伝えようっていう気持ちはすごいあるので、それも、まあ、偉そうにっていうわけじゃなくて、こういうこともあるようだったりとか、そういう形で若い選手にいろいろ伝えてくれてるっていうところもすごいありがたい存在かなと思っています。僕自身も彼から学ぶことっていうのはたくさんあると思うので、はい、いろいろ学んでいきたいなと思いますし、またね、僕たちからも彼はまた学んでくれると思うので、いい関係性っていうのを、はい、これからも構築していきたいというか、継続していきたいというか、そういう気持ちでいます。で、あともう一人の、質問が DM で送ってくれたんですけど、翔さん、翔さんというか翔くんなんですかね、中学3年生ですね。ちょいちょいね、ツイッターの DM でコメントというか連絡をくれて、頑張ってくださいってことだったりとか、今日受験ですとかね、受かりましたとか、そういう報告してくれたりとか、可愛いらしいというか、なんとも愛嬌のある感じが、はい、その DM から伝わってきますね。そんな彼がですね、プロに入ってから衝撃を受けた選手は誰ですかということなので、 YouTube で答えるから待っててねと彼には伝えたので、今日ここで伝えたいなと思います。はい、翔くん、ちゃんと聞いててくださいね。僕がね、衝撃受けた選手は、対戦相手っていうよりはやっぱチームメイトの方が多かったですね。特にとか、今回パッと出てきたのは全エスパルスの選手ですかね。まずは、全エスパルスじゃないわ、ベルディの人もいるな。ですね、同じポジションで高木和道さんと土屋選手、まあ、通称バウルさんですね。この2人が、まあ、僕は昔から尊敬してる選手とか好きな選手にこの2人をずっと挙げてたんですけど、エスパルスで和道くんと、ベルディで、バウルさんと一緒にやらせてもらってます。センターバックとしての能力がもう抜群に高くて、2人とも、和道くんはまあ180後半ぐらいあって、まあ、高さもあるんですけど、スピードと足元の技術と、まあ、戦術眼っていうところはもうずば抜けてましたね。大学卒業して、まあ、意気揚々とエスパルスに入って、まあ、ポジションを奪ってやるっていうつもりで来たんですけど、すぐちょっとこれはしばらく勝てねえなって思わされた選手でした。はい、もうちょっとあまりにも壁が高すぎてどうしようかなっていう感じでしたね。まあ、よくアドバイスもらったりとか、普段はすごく優しいので一緒に飲みに行ったりとかしながら、講師ともにお世話になってアドバイスを受けましたね。はい、また会いたいな。で、あとバウルさんはもうお化けですね。身体能力はもう本当にすごくて、なんだろうな、僕からしたらあんまりいいポジショニングじゃないんじゃないかなって思うようなとこにいても、抜け出た相手とか全部潰せるし、自分の能力とポジションっていうのは抜群に分かってましたね。僕じゃ届かないような距離でも全然届いちゃうし、サイズは170後半かな、僕よりちょっとちっちゃいと思うんですけど、もうバネもすごかったんで、スピード、バネ、読み、この辺は本当すごかったですね。
まあ、あとは何より人間性が素晴らしくてですね、太陽みたいな人ですかね。いつもニコニコしてて、若手とかベテランの方とかからこうすごく慕われて、かといって選ぶるわけでもなく、一生懸命誰よりも体を張って戦う姿を見せてくれるっていう、まあ、最高の先輩でしたね。はい。あとはですね、同じチームメートで外国人選手だとですね、最初プロ入った時に同期入団だったフェルナンジーニョ選手、2年ぐらい前ですかね、最後ガイナーレ鳥取で、最近引退しましたけど、フェルのドリブルはもうちょっと大学時代それなりにこう守備に自信があった僕からしたらもう衝撃的すぎて、もう引っかかりまくってもう騙されまくりましたね。ドリブルのその切り返しのスピードと、本当に蹴るんじゃないかっていうシュートフェイント、もう毎回引っかかってたような気がします。それぐらい早かったし、キレもすごかったなと思いますね。はい。チームですごい結果出したかって言われると、まあそれなりにっていう感じだったと思うんですけど、普段の練習のもうそのドリブルはもう本当にすごかったです。あとは次はですね、2009年10年一緒にプレーしたノルウェー人のフローデヨンセン選手、まあ、彼のなんか北欧のプレイヤーらしい高さと強さと、すごいなんか柔らかい感じじゃないんですけど、どんな難しいボールもスッと止めれるような技術を持ってて、よく紅白戦で僕はサブチームで対戦してましたけど、本当強かったですね。ポジショニングも良かったですし、シュートも上手かったですし、まあ、献身性もあってすごくチームのために戦ってくれた選手でしたね。人間性もうすごい達観してるというか、よく That's life って言って、それが人生だみたいなことをよく言ってて、いいことも悪いこともそれが人生だよって何でも受け入れるような、なんかそういう気持ちを持ってる方でしたね。なんか懐が大きくて包み込んでくれるような優しさを持った方でした。北欧人の人の感じなのかな、でも分かんないな、4選特有なんですかね。はい。本当に素晴らしい人だなと思いますね。はい。あとはですね、誰だろう、この人を話しておいた方がいいですよね。小野伸二さん。伸二さんは、まあ人間性はもう本当にすごいです。まあバウルさんとまた違う太陽みたいな、本当に明るい人で、いるだけでチームがポジティブな気持ちになれますし、雰囲気になるっていう選手でした。プレーはもちろんもうめちゃくちゃうまいですね。利き足のインサイド、アウトサイドっていうのはみんな結構扱えると思うんですけど、で逆足のインサイドぐらいだったらみんなプロになるとそれなりにボールを扱う技術っていうのはあるんですけど、シンジさんは左足のアウトサイドの持ち方もすごい、もう左右遜色が全くないボールの持ち方をするので、ボランチとか最終ラインでボール持ったら一生ボール取られないんじゃないですかね。常に相手から遠いところにボールを置けるし、運び方だったりとか、そういうボールの持ち方一つとってももうセンスが溢れてて、ワンタッチもめちゃくちゃ丁寧で、メッセージ性のあるボールを出せるっていう、ワンタッチパスって一番難しいんですよね。それをこう簡単に見えるようにプレイできる、まあ、とにかく技術は高かったです。練習前に、シンジさんいつもリフティングしてるんですけど、初めてそのリフティングされてるボールが、なんか笑ってるなって僕は見てて思いましたね。後にも先にもシンジさん以外は、そういうボールフィーリングをしてる人は会ったことがないので、これはすごい衝撃を受けましたね。まだコンサドーレで現役を続けてらっしゃるので、いやーすごいな、本当に。43歳かな、シンジさん。もうとことんやってほしいっすよね。サッカーに愛された男なんで、はい、これからも活躍を期待したいなと思います。あとは岡崎慎司、岡も衝撃というかですね、僕が入った頃に、オリンピックの代表にこう選ばれ始めて、指定代表になってワールドカップに出て、そしてドイツに移籍していくっていうタイミングを一緒に過ごさせてもらったんですけど、成長のスピードっていうのはすごい衝撃を受けました、まあ、プレーはもちろん、まあ、皆さん知ってる通りの、まあ、プレーなんですけど、代表から帰ってくると毎回上手くなってきてて、じゃあ何がなんでこんな上手くなるのかなと思ったら、やっぱり脳みその何ですかね、回転数が上がるというか、やっぱ思考のスピードがやっぱり上がってるんだろうなっていうのもすごい感じましたね。昔だったら絶対ミスしちゃうところをすごい余裕あるようにプレーするようになってきたので、代表から帰ってくるとそういう風に成長するのかな。だからやっぱり A 代表ってすごいレベル高いところなんだなっていうのをすごい感じましたね、他のプレーを見て。まあ、岡ちゃんもまだスペインで戦ってるので、いやめちゃくちゃ刺激もらいますしね。最近オーバーヘッド決めてたな、すごかったな。
ああやってなんか自分の信念というか自分の気持ちにまっすぐにこう戦ってる姿を見ると、はい、僕も頑張らなきゃなとすごいパワーをもらいますね、はい、ということでですね、すごいチームメイトばっかりなんですけど、敵あれがやっぱすごかったですね。あのレイソルにいたオルンガ選手、あれはちょっと物が違うなっていうのが対峙した時に思いましたね。一回日立大で試合した時、僕の対峙して3メートルぐらい後ろぐらいからボールポーンって前にドリブルして取れるかなと思ったら、もう伸びがすごくてもうギリギリスライディングしてスローインに逃げたシーンがあったんですけど、もう普通の人だったらこの対峙した状況でそんな長くボールを出してスペースに突破してやろうなんて思わないのに、その感覚の凄さと実際もうあとちょっと突破されそうだったっていうこのスピード感、しなやかさというかボールへの反応もすごかったし、ちょっとなんか物が違うっていうのは対峙しててすごい思いましたね。まあ案の定 J1 でも点いっぱい取ってましたし、今中東ですかね、でもすごい点取ってるんで、まあそりゃそうだろうなって思いました。あとはですね、選手名鑑とかにもよく書くんですけど、昔ジェフユナイテッド千葉にいたオーロイ選手、これはマジで衝撃受けましたね。身長は多分ね2メートル4センチとかだったような気がするんですけど、もう超でかいっす。電柱っすよ電柱。試合やっててこう相手のゴールキック競る時とか、初めてなんか自分が飛ぶタイミングとか分かんなくなりましたね。あれこれどのタイミングで飛んでたっけな俺っていうぐらい、彼が規格外すぎて前半とか全然タイミング合わなくて、なんかまともに競れなかったなっていう記憶がありますね。あれはでかかったな。今でもそういうプレーというか、プレーのインパクトというか、もう単純なサイズのインパクトがすごかったですよね。なんかその時に思ってたのは、プレー中に後半ぐらいから、まあ、スラムダンク知ってる人、まあ、どれぐらいこのリスナーさんでいるかわからないですけど、山王工業に川田美希夫っていう2メートル超えのね、すごいぽっちゃりしたね重たいやつがいて、それにこう桜木、主人公の桜木花道がこうマークつくんですけど、なんか最初力で対抗しようとしてこう弾き飛ばされて全然ダメなんですよね。だけどこうだんだん戦い方を覚えてって、パワーで勝てないならこうスピードで勝てみたいなことを言ってたのを、僕はその試合中になんか思い出して、俺は桜木花道だって思いながら、もうパワーと高さじゃ勝てないけど、いいポジショニングを取ってボールへの反応スピードで勝ってやるみたいなね、そんなことを思ってすごいプレーしたのなんか覚えてますね。結構うまくいったんですよこれ。何の話だった感じですけどね、はい、そんな記憶ありますね。ということで今回はこんなもんにしようかな。試合について何か聞きたいこととかあれば話していきたいなと思うので、ぜひ反応していただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。この番組ではあなたからの質問、お悩み、メッセージをお待ちしています。ツイッターでハッシュタグひろいとものぶチャンネルをつけて投稿してください。DM でも OK です。それでは朝聞いてくれた方はいってらっしゃい。昼に聞いてくれた方はもう一踏ん張り。夜に聞いてくれた方はおやすみなさい。ひろいとものぶチャンネルは中森快適薬局の提供でお送りしました。